ロバート・スティルは、イギリスの作曲家、ロンドン出身。イートン・カレッジとオックスフォード大学トリニティ・カレッジで学び、ゴードン・ジェイコブラに支持し、芸術学学士、芸術学修士、音楽学学士の称号を得た。また、学生時代よりテニスに打ち込み、アマチュアプレイヤーとしても活躍した。オックスフォード大学を卒業した後、1938年まで、 イートン・カレッジで音楽を教えた。またそれまでにウィンザー・オペラ協会のために歌曲とオペレッタを作曲している。第二次世界大戦中は大砲部隊の軍楽隊の指揮者を務めた。戦争後はハンプシャーに1949年にバークシャーに移住した。そこで作曲に専念したが、フロイト派の精神分析医になろうとも考え、 音楽と絵画の精神分析に関する記事を表した。1963年にオックスフォード大学に提出された公共曲第3番はユージングセンスに高く評価され、オックスフォード大学から博士号を受けた。作品には4つの公共曲、ピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲、室内楽曲、モテット、オペラ、歌曲などがある。 作風は調整を主としながらも時として不協和音を用いて大きな効果を上げている。ありがとうございます。